谷本博之は、日本の男性キックボクサー。兵庫県加古川市出身。1994年から2004年にかけて活躍。現職警察官。得意技は、左ミドルキックと膝蹴り。高校から柔道を始め、現在行動官五段。全国警察隊保実大会に出場後22歳で、シュートボクシング、大阪ジムに入門。 黒沢会長に指示し、打撃格闘技の世界へ。その後震災により転居を余儀なくし、兵庫県加古川市所在のグローブ空手道場、日清会館に入門。佐々木刑事館長の指示を受け、全日本新人空主導選手権において、聖堂会館の岳を撃破し優勝。転勤により、千葉県に転居し、奈良市の事務に入門。 全日本キックボクシング連盟ウェルター級プロとなる。再び兵庫県に戻り、日清会館に入門。1999年、日本の警察官として初の K1 出場。エスカ世界王者の大野隆と対戦し、左ハイキックで小負け。同年、練習中に右膝じ帯断裂、半月板損傷。 骨折等のアクシデントにより2ヶ月間の入院生活を送る。2004年、ライバルの林誠との引退試合を最後に、日清会館のコーチに就任する。2012年4月転勤で、東京都に転居。東京都中野区のセンチャイムエタイジムのコーチに、就任2012年9月ニュージャパンキックボクシング、連米レフリーに、就任二千十三年一月 WBC。 ムエタイレフリーに就任2015年4月再び兵庫県に帰県市日清会館コーチに就任2015年9月ルンピニージャパンレフリーに就任2021年7月日清会館を大会。兵庫県姫路市のヒーロー Z キックボクシングジムのコーチに就任。ありがとうございます。